ていうかこれ1200箇所もあって作品なんか何百箇所もあったわけじゃないですか、うん、なんでこんな見落としが起きるんでしょうか。あの例えばですよ、あの一生懸命頑張ったんだけどもその能力が低くて間違いを探し出せなかったのか、もうあのもうはいはい OKOK、あ東京書籍さんでしょ、あまあちゃんと作ってるでしょ、まあまあ大丈夫大丈夫って言ってちゃんと精査しないで、あまあ大丈夫だろうって言ってちゃんと見なかったのか、でもしくは、まあ、これはさすがにないと思いますけども、もう東京書籍は合格っていうのが最初に決まっててっていうことだったのか、だからなんでこんな普通に考えたら一回ちゃんと見たら分かると思うんです、うん、ということはじゃあこのけ、ね、作品ページ検定対象として見ていなかったんじゃないか、そうならば分かるんですけども、うん、でちょっとその前前提で言いますと、これねあの実際にはこういう形で提出するんですよ、はい、白本、はい、要するにどの出版社か分かんない形で出すだけです ね、はい、ですね、これ65冊提出するんです、はい、検定員がそれだけ何人もいますからね、はい、大人数で読み込むわけですよ。でもう普通一般書籍なんて、まあ、著者が読んで編集者が読んで校閲が読んで3人でもう入って発売されちゃうわけじゃないですか。60人体制で読み込んでるわけですよ、うんうん、それでいてこれ一度読めば分かるようなことがあの見過ごされてるっていうのは発見できなかったのか、発見したけど目つぶったのか、鼻から合格だというふうなマインドで読んじゃってたのか、うん、何でしょうか。来ましたね本質的なものが、はい、ついにえぐられるようなところに来ましたね、はい、なんでですかね。あのそれはお答えをズバッとしますが、はい、その前にそもそも武田さんのこれは、はい、白に表紙をしたところで目立ちますね。いや分かりますよはっきり言ってこれは武田さんの教科書だと分かります、ね、それだって開いたと漫画出てくるわけですからどう考えても令和書籍です。それから縦書きだしね、縦書きそうです。他の教科書は もっと薄くて、はい、その代わり大判 で横書きだし、あの他社のはちょっと今これ2つしか言わないですけど、日本文教出版と教育出版、うん、大判ですからね、うん、オールカラーでね、横書きでしょ。それはもう一発で令和書籍だって分かりますよ、これはこれどんなに白にしたところでさこれは武田の野郎が作ったもんだなというふうに見られちゃってるとか、それは分かりますよ、ありますよね、分かりますよね。これはでもそこは今のご質問、すなわち、はい、なんでなんでしょうねという本質的なところにやっぱり入るやっぱり糸口なんですよね。すなわちこれは武田さんが作った教科書だよね、じゃあくまなく読むぞと絶対に指摘するところを作るぞというような読む姿勢がね、意気込みも違うんですね、はい、最初からね、最初からそういうふうに、はい、なりますよね、はい、じゃあ東京書籍はっていうとやっぱりその対局ですよね、うん、今までの実績から言うと、うんうん、まあ東京書籍って最大手、という、ね、最大手ですね、こともあります、はい、あるけれどもやっぱり最大手であり、それからまあ、うん、まあまあ言っちゃいましょう、すなわち検定委員の人たちね、やってる人たちが果たしてどういう人たちがやってるんでしょうっていうところに結局行き着くわけですよね、うん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 、でもちろんそれは公正に選ばれた人たちであってほしいって我々は思うけれども、じゃあ例えばちょっとごめんなさい、話はずれるようだけど学術会議、じゃあ学術会議って聞いたら我々は今までこの10年、まあ菅政権であれが指摘されるまではね、学術会議の先生ってやっぱすごい見識の人、高い人たちだけだよねと、まあ思いますよね。で学術会議の人たちってのはもう日本のもう本当に英知であって、もう国会に対して本当に国会に資する客観的な科学的なことを言ってる人の集まりだよねと、はい、こう思ってたわけですよね、はいはい、そうですね。ただ菅さんがあそこで学術会議の、まあ、結局2次3次4次生産、うんうん、学術会議の先生方がまた次の人を指名してくるというのを、うんうん、政府はただ単に OK 出して学術会議のメンバーにしていた、はい、その結果は何なのっていうと、相当思想がかった人たちの集団と化してた現実というのがあそこで初めて露呈をしたわけですよね。そうですね。だからそれは学術会議の例を今出したのは、はい、ということですかねというふうにやはり
こう考えなければならない事態に至ってるわけです、うんうん、まあ至ってるというよりもそもそもそうじゃないのと、うんうん、なんで武田さんの教科書だけこんなにいっぱいついてくるのと、従者はなんで一発合格になったの、うん、というようなこと自体がそういう単なる不公平というに片付けられない、うん、すなわち不公平はどこから来てるのということになると、うん、やはり思想的背景というのはこれどうもある人たちがそこにいるんじゃないのという話ですよね。まあ、あの僕が実際にもう4年5年検定受けてきて感じたのは、うん、そのまあ608箇所とか266箇所とかつきましたけども、うん、まあ、ほとんどがですよねってこちらも納得するような明らかな間違いももちろんありますけども、これじゃ分かりにくいと、例えば3つ要素があるうち2つしか言ってないみたいなことを聞かされると、あ、確かにこれも書かなきゃダメだな、まあ、そういうふうに言われてありがたく毎回毎回その言われたことを反映させてどんどんいい教科書になってきている、まあ、中にはふざけんなと思うような修正意見もあるんですけども、でもそれはまあ数からすると、まあ、少ない方なんですね、うん、だからおおむね、うん、この教科書を落としてやろうという感じでゴリゴリやられてる風には思ってなかったんです、うん、ただ今回1200箇所修正箇所があるものが印刷までされて教育現場で使われたとなっちゃうと、この温度差というか、うん、よその教科書検定がどうなってるかとか、ましては高校とか全然分かんなかったので、だからまあ、ちょっと おかしいなと思うようなところはありましたけれども、まあ、組織として寄ってたかって落とそうという感じでやられてるとは思ってはなかったんですね、うん、まあ、ただちょっと、まあ、内容はともかくですけれども、今回、まあ、この266箇所で修正意見、修正票を出して最後18箇所まで減ったというところを言いましたけれども、その時にもうこの修正票の提出の直前にですね、うん、新たな指摘が来るんですよ。もう期限ギリギリギリ、もう4時間前とかにもうページ差し替えなきゃいけないような、かなり大規模なあの変更点が指摘されて、うんうん、いやそんなこと言ってませんよねって、なんで今が言うんですかって、いや言ってますけど、いや言ってってないですよって話で、その場でもう電話越して喧嘩になったんですよ、うんうん、でその時にはもう令和出席をわざと落とすために言ってんじゃないのかと、うんうんうん、そう思われても仕方ないですよというふうに私もちょっと激高して、だからそれを直さなきゃいけないから、それを作業してたらその他の編集を最後チェックしたりとか見直す時間もなく、もうドタボタ印刷して持ってったんですけども、なんかそういうね、ちょっと間に合ったんですか。いや一応出したんですけども、だからもうもうそれでも何時間も取られちゃって、普通最後、ね、出来上がったらもう一回チェックして、あ、数字間違ってるとか、うん、いくつか直したりとかすることって起きると思うんですけども、うん、その作業をしてたがために最後のチェックできないまま、うん、もう印刷して印刷機待って、うん、そのままあったかいまま持ってったみたいな感じで、うん、そうするとやっぱり誤植とかちょっと段違いとか生じて、それがまた限定意見になっちゃうわけですよ。だから結局はそういう編集的なトラブルでいくつかあって、最終的にはこれが最終的な結論なんですけど、40数箇所ってなってるんですけども、うん、でも実際の中身に関するものは実質18箇所なんですね、うんうんうん、だから大きい修正すらなければ、そういう細々としたちょっと間違って古い画像を貼ってたとかですね、そういうのも全部直せたはずなんですよ。なので、そこはちょっと問題だと思って、局長宛に請願書を出しましたけどね、うん、こういうことがありましたって、うん、こういうことはないようにしてほしいっていうふうに一応出しましたけれども、うん、でどんな答えが来たんですか。答えはないです、ね、ないですか、はい、うん、だけど今度そういうことは絶対許しちゃダメですよね。そうですね、まあ、ただね、検定意見が多かったのもそれも出版社としての責任なので、鼻から少ない数でいければね、そういうことがあったとしても対応できたかもしれないので、まあ私たちの責任も当然あるわけなんですけどもね。